フリアン級防護巡洋艦はフランスが建造した防護巡洋艦である。フランス海軍での類別は二等巡洋艦でロム造船士艦の手による設計である。本級は当時の海上応部により外洋での通商破壊船を主任務とする防護巡洋艦として建造された。本級は防護巡洋艦の手法に 16cm 速射砲を採用したクラスである。 船体形状は当時フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで主に導入していたタンブルホーム型船体である。これは水船部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り船体重量を軽減できる船体方式で他国では帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。 外見上の特徴として、水栓下部の干首、管尾は著しく突出し、かつ原則艦板よりも水栓武装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水栓下から艦板に登るに従って船体は引き絞られ、艦板面積は小さくなっている。これは、微法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られる。 本館の船体形状は全球と同じく管元の高い貫種から低い管備までなだらかに傾斜する平ら貫板型船体である。水面部が突出した貫種から貫種貫板に 16cm 側射砲が棒立てのついた単装砲がで1機、司令塔を組み込んだ操舵環境の側面に腹部層の 10cm 側射砲が棒立てのついた単装砲がで両舷に1機ずつ。 マストは、設計時は、ミリタリーマストであったが、安定性改善のために、簡素な短脚式のマストとなった船体中央部には3本煙突が、立ち、その周囲にはキセル型の通風筒が立っている。煙突の周囲は、関西艇置き場となっており、2本1組として、片源3組で、計6組のボートダビットにより運用された。原則部には、片源2箇所の張り出しが設けられ、 そこに 16cm 速射砲が2機ずつ搭載された。後部甲板には、後部マストと 16cm 単装速射砲が、後ろ向きに1機と 10cm 速射砲が、両下に1機ずつ配置された。この武装配置により守備線方向に、最大 16cm 砲3門 10cm 砲2門、左右方向に、最大 16cm 砲4門。 10cm 砲2門が試行できた。本級の機関は石炭浅焦水管管20機に直立型3段膨張式レシプロ機関を組み合わせて最大出力9500馬力で最大出力18.7ノットを発揮した。シュボイラーの形式は性能比較のためにフリアンはニクローズ式20艦、シュシェはベルビール式24艦、シャスルーローパーはラグラル、 ダフ式20巻と異なっていた。シュボイラーの数が20から24もあったために、煙突の本数は3本となった。ニクローズ式の試験結果は良好で、解剖戦艦、アンリ4世やデリブル級解剖戦艦、ルカンのシュボイラーに生かされた。ありがとうございます。